ちは。こんにちは。さゆたかさん。もう癖になっちゃった、このゆたかさんは。はい、まあ、この練習試合見ていて、まあね、調子のいい選手だったりとか、あ、この選手いたんだ、すごいなと思う選手出てきてると思うんですけど、ちょっとその中の何人かピックアップしたいんですが、まず、はい、ロッテの、ドラニのキャッチャーです、佐藤俊也捕手、ね、はい、いいね、ホームランも、2戦で3発打ってたりとか、まあ結果はそうだけどね、はい、まあ、キャッチャーというポジションでスタメンをしていくっていう風になってくると、はい、やっぱこう経験値がいるしね、はい、で覚えなきゃいけないことたくさんあるし、うん、まあ、その中でやっぱ打てる星が出てきたっていうのはロッテにとってはね、はい、すごく大きなことだと思うけど、はい、高校の時プロに行きたかったんだよね、本当は、はい、指名がかからなかったという、はい、やむなく大学に進学し、はい、東洋大学に入り、はい、でドラフトされたということでしょ、はい、まず劣等感から始まってるよね、この子は、うんうん、で、やっぱりね、劣等感から始まる方が気持ちが強くなるんだよね、だから俺は期待をしてる、おお、すごい、これがね、順調に来てプロに入るっていうんじゃなくて、はい、やっぱり一つの挫折だよね、うん、そこは、うん、俺プロに行きたい、プロに行けると思ってたのに行けなかったって、指名もどこもなかったと、うん、例えばドラフト6位を蹴って、いや、6位だったら大学行くっていうわけじゃないわけじゃない、はい、指名してほしいのに何もなかったという、うん、まあ一つの劣等感から始まってるっていうことはさ、やっぱそこにこう大きな意志を感じるよね、意地というかさ、そのプロに入って絶対見返してやろうっていう、そう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 、うん、だからそういう気持ちがある人間っていうのは、はい、俺はなんか応援したくなるし、はい、大きくなると思う、うん、それとインタビューの受け答えを見たときに、なんかすごく誠実さを感じるね、うん、はい、でやっぱりスポーツをやる上でその誠実さっていう、そういったものっていうのはすごく大切で、やっぱものに対して素直に向き合えるかどうか、うん、これはすごく大きなことで、まあ、なぜ大きいかというと吸収力があるんだね、そういう子って、だから教えたものを自分のものとするような、うん、そういう努力もするだろうし、はい、だからすごく好感が持てる、おー、うん、あと技術面とかでは、例えばスイング見たりとか、どうですか？スイングはね、2本ホームラン打ってるけど、うん、まだまだだね、あ、まだまだですか、そこ、ホームラン打ってるのはちょっと遅いボールで、はい、遅いボールってバットに引っかかると飛んでいくんだよね、うん、で、あれが速いボールをライトポールに打ち込むぐらいな感じであればいいけど、はい、それとフォローがちょっと高い、こう上に来る、はい、技術的に言えばね、うん、でもまだ入ったばっかりだしさ、はい、だからまあそこら辺はまだまだね、うん、要求はしないけど、はい、まあ、右投げ左打ちで目指すは阿部慎之助、はい、うん、だけどいい選手だね、そうですね、うん、これ開幕スタメンになればロッテでは23年ぶり、誰以来だ、23年前、誰以来、上詰めとかそういうもん人かなですかね、そのルーキーがっていう、まあ、キャッチャーというポジションはさ、はい、やっぱピッチャーのその特徴だとか、はい、そういうものを把握しながらやっていかなきゃいけないし、うん、はい、でピッチャーの性格まで分かってなきゃいけないしね、そうですよね、うん、なかなかルーキーってなるとやっぱり難しいポジションですよね、で誰の球を一軍で受けたいですかみたいな問いに、はい、佐々木朗希先輩差し置いてたおいおい大丈夫かおいみたいな、そんな感じがあるけど、はい、でもそこら辺も実直じゃない、素直じゃない、うんうん、だって俺が聞かれても、うん、いや佐々木朗希は受けてみたいって言うよでもそれを素直に言えるっていうのがさ、うんうん、でロッテの印象を聞いた時に、はい、いや明るくてなんかすごくいいチームだと思いますみたいなさ、はい、やっぱそこら辺もしっかりリサーチをして喋ってるよね、はい、頭のいい子なのかなっていうふうに思う、うんうんうん、それと昔もうちょっと若い頃っていうのはショートもやってたんでしょ、あ、そうなんですね、だからキャッチャーとして、はい、必要なフットワーク、はい、まあショートとキャッチャーのフットワークはちょっと違うかもわからないけども、でもそういうセンスも持ち合わせてるということから考えると、はい、そういう期待をしてもいいと思うよね、あ、そうなんですね、うん、じゃあもしかすると本当佐藤俊也捕手はロッテの顔になる捕手になる可能性っていうのはもう大というか、いや、みんなあるよ、そうやってみんなそうはあるけど言うよ、そうはみんなただ、インタビューとかね、うん、そういうことを見る限りでは、はい、すごくしっかりした人間だから、あ、
まずだからそれは順調に成長すれば顔になってくれると思うですよね、うん、あとはまあリードだったりとかスローイングだったりっていうのもまあ勉強だよね、うんうん、これはやっぱり、ね、全部兼ね備わってるやつはいないから、なかなかいないです。だから新之助だって、はい、取ってからまだ大学時代は遅かったし、はい、コントロールもバラバラだった、うん、でピッチャーに返す球はちょっとイップスだったの。あ、そうなんですか。新之助がね。だけどそれは自分で克服していって、はい、あれだけの大スターになり一流の捕手になっていったでしょ、はい、だからやっぱりそこら辺はやっぱ自分で考え、うん、どう自分を引き出していくのか、うん、まあ、そこら辺は大切だけどね。あといいピッチャーがいるチームの捕手だとやっぱりその成長の具合っていうのもいいんですかね。やっぱピッチャーに育ててもらえるっていうことはあるけど、はい、なかなかロッテっていうのはいいピッチャーもいたり、まあ、キャッチャーのリードがいるピッチャーもいるわけじゃない、はい、だからそれは自分でアレンジしながら、うん、あ、このピッチャーは考えなきゃいけない、このピッチャーは任せてみようとか、うん、まあ、いろんな自分の頭の中でアレンジをしながら、はい、まあ、やっていくしかないよね。ただ、はい、田村っていい捕手がいるんだよ、うんうんね、ただ調子が悪い、それだけで取って変われるだけの、はい、そんな選手じゃないよ田村、うん、それはやっぱ壁は高いと思うよ、はい、やっぱ経験を積んできてるだけに、うん、だからここら辺はやっぱ勝ち抜かないとね。そうです、競争の世界です、ね、勝ち抜かないとロッテに顔になろうが、うん、なりたいと思っててもなれない、うん、だからそこら辺はでも勝っていけるだけの素質はあるよね。うん、ただ田村はもう黙っちゃいないと思うよ。もちろんそうですよね、駒沢譲る。もう口は立つやつだから田村って面白いけどね。そう、面白いけど、でも あいつもガッツマンだから、はい、だからキャッチャーをやりたいんだったら田村の壁を越えなきゃいけないし、はい、出たいんだったら外野っていう選択肢もあるし、うん、それはいろんな選択肢は広がるだろうけども、はい、まずはやっぱりもうキャッチャーでいい成績をね、練習試合とか、はい、残してるわけだから、うん、まずはキャッチャーで勝負してほしいなっていうふうには思うけどね。そうですね、うん、あともう一選手なんですけども、こちらは大ベテランです、松坂投手、西武の、はい、もしかしたら先発ローテの一角そしてみたいな感じの記事も出てたんですけれども、まあ、体調が万全だったら、はい、松坂の経験をそうやって生かしていくっていう必要性はあるよね、うん、なんか練習試合で結構辻監督がやっぱピッチャー陣苦悩している感じだったので、毎年じゃないここのとこ今始まったわけじゃないじゃないですけど、うん、でもやっぱりそのちょっと苦しい部分っていうのもやっぱりチーム事情としてはでも、どうせ打たれるんだったら若手がいいよね。ああ使うんだったら、はい、やっぱそれだけ経験も積めるし、はい、成長にもつながっていくと思うから、うん、だから松坂は投げるんだったら、まあ、投げる姿が見たいっていうファンがいるけど、うん、やっぱ勝ってほしいピッチャーだよね、うん、松坂の経験だとか、うん、いろんなことを考えると。で松坂の経験、うん、そのマウンドでの闘争心、うん、はい、そういったものを見習ってほしいよね、後輩たちには、うん、それは投げてる球はさ、前世紀から比べるとそれはもうかなり落ちてる、はい、落ちてるし、まあ、打たれるだろうし、うん、そんな簡単に勝つっていうことはできないと思うけど、だけどやっぱりこう闘争心っていうのはまだ衰えてないだろうしね、はい、だからそういう姿を見せるのに松坂を先発させるっていうのは俺はありだと思う。大体何回くらい？いや、やっぱ5回目どだよね。5回、うん、まあ、球数が少なかったら6回、うん、でも1年間持たそうと思ったら松坂の年齢だとかそれまあ考えると5回でいいんじゃない。5回で、うん、ただ後の中継ぎはきついけどね。あ、その後バトンを渡された方が、あ、それはきついよ。松坂の勝ちで降りてるとさ、そうです、消せないじゃない、うん、特にね、今年はその6連戦とか連戦になる日が多いので、そうなってくるとやっぱり、ね、松坂投手も一人でも多く その先発に入れるピッチャーがいてくれるっていうのはチームとしてはありがたいことですね。いや、それはありがたいけど、うん、なかなかピッチャーってうまくいかないんだな。いや、そうなんです、難しいですね。いや、頭数はいっぱいいると思うよ、はい、ただやっぱ成長の度合いが遅いんだろうね、ピッチャーの。西武野手はなんかボンボン出てくるけどな、すごいですからね、山賊打線で。だからいい見本がピッチャーの中にいないのかね。例えば渡辺久信が先発投げてる時なんか、はい、もう思いっきり腕振るじゃない、はい、真ん中行ってもいいんだと、力で抑え込むんだみたいな、うんうん、まあ、各体現がいたりだとかさ、はい、あと、
まあ、いろんないいピッチャーがいたよね、工藤もいたしさ、はい、まあ、そういうピッチャーを見て育つっていうのがあるけど、うん、今そういうのは見て育たない、まあ、同じような若手の年代が揃ってるから、はい、どこを目標にするかっていう、一人でも年下やつがポンと出てくるとさ、はい、そこを目標にするんだろうけどさ、うん、今なんかどんぐり素質はあるんだけど、どんぐりの背比べてになって、うん、突出しないよね。あ、こいつがポンと抜けたら、あ、どうやって抜けたんだって言ったら、こうやって抜けた、それをお手本にやっていくとかさ、はい、そういうものがちょっと今欠落してるかな。まあね、でもそのルーキーのロッテの佐藤俊也捕手であったり、まあ、西武のベテラン松坂大輔投手であったり、本当にね、チームとしてこの投手、この捕手が活躍してくれると嬉しいなっていう選手たちがたくさんいると思うんで、いや、まあ楽しみだよね、開幕するのがね、そうですね、どういう活躍を見せてくれるのか、はい、ね、過去の選手の活躍楽しみにしたいです、はい。